アニメや漫画、コスプレなど日本のポップカルチャーはアメリカでも人気があります。その一つ、ロリータファッションが今ニューヨークの女の子たちを魅了しているそうなんです。ミュージシャンでリポーターのアレックス・ヨークが取材しました。僕が今いるのはマンハッタンの中心地42丁目なんですが、ご覧ください、ここにちょっと見られないファッションの女性たちが集まっています。レースやリボンがいっぱいのファッション、そんな女の子たちの中心にいたのは一人の日本人女性でした。ロリータファッションをニューヨークで広めるために来ました。青木美沙子さんは2009年から1年間日本の外務省により可愛い大使に任命され、ロリータファッションを世界に広めるために活動。その後も自ら日本ロリータ協会を立ち上げ、さらなる普及に努めています。そもそもロリータファッションというのはどんなファッションですか？はい、ロココ調のファッションを日本風にアレンジした日本発祥のファッションです。お嬢様っぽいお花やレースをあしらったピンクを中心としたパステルカラーのドレス、帽子などが基本アイテム。大人の少女服とも呼ばれています。青木さんはニューヨークでロリータ文化を伝えるために講演会や観光バスツアーなどのイベントに参加。その一つ、ニューヨークのロリータ女子が企画した青木さんを囲むお茶会を覗いてみました。実はこのお茶会にはドレスコードがあって、ジーンズや T シャツ、スニーカーなど絶対禁止。僕も今日はちょっとおめかししてきたんですが、大丈夫かな。じゃあ入ってみましょう。おわ、すごい。ご覧ください。ロリータファッションに身を包んだ女子、女子、女子。青木さんと身近に触れ合えるチャンスとあって100人以上が集まっていました。 Why do you guys dress as Lolita? I started dressing Lolita because really what I wanted to emulate what I always wanted to be as a little girl, which is a princess. I think it's a beautiful form of self-expression. For me, it's like art but with clothing and hair and makeup. And so when I started going to anime conventions, I saw girls dressed in Lolita and I was very curious as to what it was and I found out that it was a Japanese street fashion. このようなロリータファッションを着こなすためにはいくつかルールがあるそうなんです。まず前髪がパッツンでなければならない。なぜかというとロリータファッションは 2.5 次元の世界を生きる女の子、すごくドーリーなお人形のようにしなきゃいけないので、眉毛が見えちゃうと表情が出てしまうので、あと露出はあまりしないようにしたり。アメリカと日本のロリータはどんなところが違うんでしょうか？ですね、日本よりもアメリカの方々の方がすごくゴージャスな感じがします。全体的に頭の飾りとかも派手で、すごく可愛らしい方が多いです。日本初のロリータファッションを世界に広めたい理由とは？ロリータファッションは着ているだけでお姫様になれるような、すごく女の子にとってテンションの上がるファッションなんですね。まあ、こんなにいっぱいアメリカでもロリータファッション好きな方が多くて、日本語を勉強したいって思っている方も多かったりするので、そういう意味ではロリータファッションを通して日本を好きになってもらうっていう活動を中心に頑張っていきたいと思います。女子力を上げたいという夢は世界共通なのかもしれませんね。